ラマナ・マハルシ禅ギーター42節の18番は4章の39節からですが、心不退なら心地を得る。心不退なら心地を得るですから、 I am without thinking、 考え事なしで I am という心理に信念を置ければよいのですが、信念を置けないものだから thinking、 考え事をしますね。今他の考え事をしますね。ですから thinking するたびに何としてでも思いを手放して I am に戻るといういい意味での実家ですね。まあ訓従をしていかないといけないわけですね。修行上の良い実家を自分に自分で刷り込んでいくということです。そうして心不退という信念をしっかりと植え付ける、心地に依拠して感覚を制して、そうしてその心地を得れば寂静に達するということなんですね。思いは手放せば手放すほどこの寂静静寂に近づきます。ですから頭の思いを手放して心全体が静まってきたなら、ますますこのアイアム実習がしやすくなって、ラマナ・マハルシみたいにアイアムという真実在の常住者のようになれる可能性がどんなエゴにもあるわけですね。エゴはセルフから出てきたのですし、そのエゴがティンキングするだけですから、ティンキングを手放してエゴを弱体化させれば、薄い雲となって、そしてそれが晴れれば、真理の太陽であるセルフ、アートマンがさんさんと輝き出す。こういうからくりになっているわけですね。